ご視聴ありがとうございます。ここは東飯能駅です。今回ももうすぐ引退する八高線209系3100番台に乗ってきた記録を放送します。それでは、動画をお楽しみください。なお、前回の動画は概要欄に URL を貼っていますので、こちらからご覧ください。列車は東飯能を発車し、次の停車駅である高麗川に向かっています。駒川から八高線羽諸、小瀬、小川町、高崎方面に線路が分かれます。なお、高麗川から高崎まで八高線は非電化区間となり、現在乗車している209系はディーゼルエンジンを搭載してないため、高崎方面に進めません。なので、この列車は高麗川を起点に運行される川越線に進みます。駒川駅3番線に入線です。駒川駅で高崎方面の八高線と川越方面から来る列車の接続をするため、15分くらい待ちます。
列車は高麗川を発車し、次の停車駅である武蔵高萩に向かっています。八高線高崎方面に向かう線路が左側に分かれていきます。武蔵高萩駅2番線に入線です。次は笠幡です。列車は武蔵高萩を発車し、次の停車駅である笠幡に向かっています。笠幡から川越市に入ります。笠幡駅に到着です。動画の時間が10分を超えそうなので、ここで動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。